はい、どうもこんにちは、松井ゆくの松井です。さあ、今日やっていきましょう。世の中結局お金だと思っている YouTube の前のみんな、おはよう。はい、それではやっていきましょう。収益発表、チャンネル登録1万人の2月、チャッ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 。はい、まあ、あとちょっと今最近ですね、ちょっと1万1000という数字がちょっと見えてきているというふうな話になるんですけども、これはもう要するにみんなチャンネル登録するしかないんじゃないの。チャンネル登録お願いします。はい、チャンネル登録して再生回数どんどん回してっていうね、はい、もうお友達にも勧めてください。お父さんにもお母さんにもおじいちゃんにもおばあちゃんにも、何や親戚のおじいちゃんおばあちゃんにもですね、どんどん要するにチャンネル登録、要するにね、やってもらいましょうと、まあ、いうふうな感じになるんですけど、まあ、冗談ですよ。冗談ですよ。はい、ということになるんですけれど、はい、まあ、結論からいきましょうということで、12万5000円ということですね。はい、みんなありがとうということになります。はい、ということになります。まあ、収益の方が、まあ、着実に上がって、だから18万円ってあれはもうボーナス。前回も完全にボーナス。で、まあ、12万5000円ぐらいですということで、まあ、今、だいたい8万円がベースかなと。もうちょっと下がると思ったんだけどね。はい。もうちょっと下がると思ったんだけど、まあ、だいたい8万かそこら辺のところを、まあ、だいたいベースに、まあ、稼いでいければいいかな、というふうな感じですかね。はい。いう感じが、まあ、大体1万人の要するにところということになります。まあ、要するに、ダッチョ夫婦君と折半するというふうな感じになってるんで、はい、あ、一応言いますよ。ダッチョ夫婦君が一応なんかその YouTube が撮れないとか、状況的に要するに、まあ、ちゃんと就職してとかいうふうな話になったりすると、ちょっとそれはまた話変わってくるんで、あれなんで申し訳ないですけどね。はい、ということになるんですが、まあ、ダッチョ夫婦君はまた、チャンネル活動が休止になりますんで、はい。はい、ね、いう感じになります。はい、収益が上がってね、ダッチョ夫婦君がすごい勢いでなんか頑張ろうって言うんですけど、お前の目的を考えろって言ってね、お前は将棋館から立ち直ったらええんじゃボケーみたいなね。はい。はい。いや、一応言ってみますけど、本当にそうなんですけど、喋れるようになるというか、日常生活をちゃんと送れるようにしましょうねっていうのが、本来のメインだったはずなんですよ。メインだったはずなんですよ。はい。いう感じになるんですけど、何を勘違いしたか、先生10万人100万人と目指していきましょう。いや、そっちはいいと。それは確かに、それはなんか大学に普通に入ってくれましたとかやったら、俺も別にそれを言ってたと思うね、言ってたと思う、ね、大学普通に要するに塾卒業して大学入りました、ちゃんと普通に要するにやってましたっていうんで、俺も要するにお前10万100万目指してきてやってん、いや小児がかかってね、人をね、お前気合入れて仕事しろよって、ブラック企業やですか。はい、ということになるんで、まあ、ダチョウ君の方はちょっとまあお休みという感じに多分またなると思うんで、まあ、また夏ぐらいに、まあ、復帰できたらいいなっていうぐらいの感覚ですね。はい、いう感じです。まあ、気長に待ってあげてくださいという感じになってます。はい、というわけで皆さんありがとうということになります。で、今日は、このチャンネルのことをいまいちよくわからない、初見の方々に対して、要するにもう一回説明していきたいなというふうに思います。はい。では、まずポイントになってくるんですけど、このチャンネルは松井先生以外の力で成り立っているチャンネルです。はい、以上です。ありがとうございました。ダメ、ダメ。もう合ってんじゃん、これ。このチャンネルは松井先生以外の力で成り立っているチャンネルでしょ。言うて俺になんか力あるのかっていつも思うけど、はい、俺大体どこどこの YouTuber と比べられたり、どこどこの YouTuber と比べられたりって言うけど、言っちゃうんですけど、俺多分駆け出しの YouTuber よりまだ動画撮るセンスないと思ってるし、うん、駆け出しで50人とか100人とか200人とかで宣伝してくださいとか言ったりとか、言われたり Twitter でツイートしてくださいとか言われたりしたら、あ、いいよとか言うんで、まあ、軽く言ったりするんだけど、俺も見たりはするんですけど、まあ優秀っすよね、皆さん。俺が言うも変な話やけど、まあすげえなっていう感じですよね。はい、もう私なんかもう要するにその取って出しで、要するに何もようわからんわっていう話になってくるんだけど、はい、それを要するにやってきたというだけなんです。だから単純に動画の本数を、まあ、ちゃんと毎日上げてくるっていうぐらいの話と、視聴者とコミュニケーションを取ってくるっていうことぐらいしかできないので、本当に何の才能もないというか、何の要するに力もないという感じです。で、俺才能ないやろってだから。ないんですよ、だから、単純にね。はい。で、まず1個目ということですね。これはもう本当にずっと言ってますが、ノンタロウさんとヤトリさんに助けてもらいいです。これはまず、松井塾の出発点です。ずっと何も考えずになんか動画適当に撮ってたんですよ。そしたら、ノンタロウさんに見つけてもらったんです。ヤトリさんとノンタロウさんに見つけてもらった。ちょうど。で、
いや松井さんで矢谷さんは間違えてるよっていうファーストコンタクトでのんたろうさんがあの数万人いたのかなその当時で今19万ちょっとやってるんですけどいう感じになってるんですけどのんたろうさんはあなんか感じで言ってもらったんですけど単純にはいなんかそうそうね19万人の相手に対して俺確かに20人とか30人ぐらいだったと思うんですけど10何人とか20人ぐらいの時にまあ YouTube っていうのはまあ結果が出ないかもしれないけど毎日コツコツ頑張ることが大事なんだよつってめちゃくちゃやよこれどっから目線っていうあのさ一つ言っていい10人とか30人やろ俺10人から30人ってもうなんか100万人ぐらいチャンネル登録いますみたいな感じでのんたろうさんに言ってましたな頭悪いよあの画像でみんな見たと思うけどあの古いやつ見てみあの画像でやる俺生きれるんやハキオがバグっとるやんお味噌ねはいということなんですけど、まあ、のんたろうさんが温かい目で見てもらって、まあのんたろうさんがいやもう松井さんはあの輝いてますからとか言っててそういう動画がちょっと何回か続いたんで俺ちょっと恥ずかしくてあんまりのんたろうさんに関わらなかったんですけどこれこのまま俺失敗したらのんたろうさんその寒い人やなって思われるからっていうかそれがスタートだったんですね俺も最近思い出しましたけどはいコロナの影響でちょっと記憶がいくつか飛んでるんで、あの暗い記憶がいくつか飛んじゃってるんで、はい。っていうことです。で、モンタロさんに確認して、で、矢谷さんには、要は、まあ、国際情勢とか、もろもろとか、あとは何だっけ、食料品関係とか、食品関係のとかで、ちょっとわかんないとかあったりしたら、矢谷さんに聞いて、これって合ってますとか、はい。で、矢谷さんが、塾業関係者とか教育関係者で上げられない動画っていうのをやってもらったりしたときにこれ使わせてもらっていいとか言うんで、まあ、助けてもらったとかいうのが、まあ、何回かあったとかいう感じですね。はい。でそしてこれはマロイさん来てなんかマロイさんなんか勝手になんか本当に勝手に湧いてきたみたいな状態であれも別に俺が多分1000人行くか行かないかぐらいの時だったよね。はい。でマロイさん行ってからやったのかな。で、まあ、モロイさんに聞いて、なんでこんな汚いんでやってんですかみたいな感じで、まあ、言ってきて、マイク買った方がいいとかどうのこうのつって、まあ、まあ、彼の言った通り、まあ、とりあえず、介入していって、で、まあ、要するにそれを変えていったという流れですね。はい。ということになります。で、まずポイントになってくるのが、視聴者と喧嘩しながら、助け合いながら、やってみました。はい。はい。視聴者とはしょっちゅう喧嘩します。はい。しょっちゅう喧嘩してるな俺と仲いいやつ大体喧嘩したことあるよな俺と仲いいやつ大体喧嘩したことあるやつ多いですね。はい。で助け合いながらまあやってきたということですね。だから、まあ、喧嘩したりそれをだから言うなっつってるってそんなわけねえよお前計算式間違ってんちゃうかバカ野郎みたいなね感じです。はい。で私は能力のあるものと似てる人間ほど喧嘩になる可能性が高いです。はい。タメ口になったりとか雑になったりっていうケースは多いです。はい。実際まだ矢谷さんともそうなんですけど矢谷さんの要するに情報とか行為見てたりするとたまにタメ口になってますからね。はい。矢谷さんの方が多分はるかに年上だと思うんですけど。はい。ですよね。大丈夫ですね。俺より若いとかじゃないですよね。ごめんなさい。俺ほんと年齢わかんない時あるんで。はい。っていう感じになるんで、そういう感じ。で、マロイさんに敬語っていう、その、わけわかんない空間が出来上がったりするんですけど、そのマロイさんに敬語で、矢谷さんにタメ口でっていう、もうぐちゃぐちゃな状態になったりする時があるんです。ツイッターとかにそうなんですけど、漢字の間違いとかしょっちゅうやらかしますんでね。はい。視聴者と喧嘩しながら、また助け合いながらやってきたということになってますんで、それでまあ、視聴者からの意見を受けて、改善して、あ、ここは直した方がいいよね、とか。まあ、そういうことをやって、まあ、今に至るということになるんですね。はい。よろしいでしょうか。はい。ということなんで、まあ、皆さん、チャンネル登録1万人行きまして、まあ、2月になってますが、まあ、12万5000円ほどいただいておりますということですね。収益発表に関しては忘れなければ、逐次発表していきたいな、というふうに思ってます。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。